はい、どうもこんにちは。今回は戸付け実況でやっていきたいなと思います。はい、この記録出た時が配信やってなくて、配信外で出たので声入ってないんですよね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。もう本当に説明することなんてないんですけど、まあ、やらかしエピソードをまあ話します。本当この記録はやらかしのオンパレードです。はい、出玉が良かっただけのまあ記録なんで、まあ電波トラップをゲットして、まあ昼間戦ミスりました。で、のっぺらぼうがまだ生きていたんで倒して、で、回収して、まあ間に合わないなと思ったんで、バス停の方の雑魚は倒しませんでしたね。で、電波トラップを設置しといて、まあ叩くと。まあここら辺はもう、まあおのぼりクロットンがそもそも、まあ、結構遅らせちゃったんで、まあそうっすね、ほんとまあミスりましたね。まああとはまあ重なるだけなんですけど、はい、2人上出現ですね。はい、でここでおこむしゃにチェンジして手数を稼ぎつつ、まあ、必殺技も貯めていくと。ここはもうマジでおこむしゃにチェンジした方がいいですね。必殺技を貯めて義肢暗鬼の取り付けを必ず入れられるしね。まあ、補助というか。で、ここね、まあ、必殺技打つまでに何もしないで、まあ、手数入れないで、まあ、やったんですけど、絶対にね、前のおこむしゃが必殺技中は手数入れた方がいいんですけど、まあ、ちょっとね、日和りましたね。はい。まあ、今後は、ここのところもちゃんと手数を入れられるようになったらいいですね。はい。で、今回は結構三図重なるまでにおこむしゃの必殺技とか義肢暗鬼の必殺技がもう溜まってたんで、まあ安定というか安全に重ねられたかなっていう感じですね。で、もう結構今鬼玉稼げてるんですよ。まあフィーバータイム、まあ、全部重ねでやったんで、まあそれなりにっていう感じで。で、ここで、まあ、重ねをね、ちゃんと直すと。まあ、いいっすね。で、突撃をミスっていくと。今回ね、突撃ミスった回数が多分4、5回ありました。はい、本当に。手数減らしましたね。いや、マジで。復帰してから、本当突撃ラッシュのね、ミスが、もう全然解消されなくて。本当お恥ずかしいなっていう、感じです。はい。で、ここね、縦はちゃんと重なってるんだけど、横がずれてますね。はい。これ嫌ですね。はい。これ何が嫌なのかっていうと、どっちにターゲットしようか悩むし、で、片方だけ、まあ、ひるませるっていうのもあるし、で、今ね、紫玉消えましたね。はい。あれね、後々取ろうかなと思ってた紫玉なんだけど、まあ、消えちゃいましたね。はい。これもう、フィーバータイム中で出玉がいいときはマジで、紫玉すぐ消えるんで、マルチの時とかはもう義肢暗鬼が主に取ってたんで、まあ出たらすぐ取るっていうので、まあフィーバータイム中に、まあ出玉良くても、まあ全然ね、鬼玉回収できたんですけど、ソロだとね、おこむしゃで手数稼がないといけないっていうのあるんで、やっぱりね、取り逃しとか生まれちゃいますね。まあけどこれは絶対取り逃しは本当にもったいないんで、まあ、攻撃をするときは、絶対紫玉を確保してから殴るですね。ほんと、フィーバー中は、紫玉が飛び散るんで、逆にフィーバー外は鬼玉が、まあ、真上に飛ぶんで、まあ、回収しなくていいかなっていう。まあ、ほんと、フィーバー中は気をつけたいですね。はい、今後、ここら辺改善していければなと思ってます。で、ここね、ほんと、片方のサンズだけ、ひるんでるんで、マジで、もう突撃もミスってるし。で、2倍フィーバー前が31万。まあ結構いい数字なんじゃないですかね。で、後ろから人魚は来てますと。で、これはね、倒したいけど、まだ倒さないと。で、前にある紫玉を前かに行くことによって回収をすると。まあ後ろにね、
イクラがいっぱいあるんで、まあ、そこもねチェンジをして回収をすると。で人魚を倒したんでその鬼玉もちゃんと取ると。これね上行くかなと思ったんですけど下行きましたねどっちも。で下ルートが本当苦手でま完走できるか不安でしたね。で突撃を見せていきました。はい、まあ、下手ですね完全に。まあ上手いとは言えない。でこのね、まあ、突撃をミスって、でお供がねあのちゃんと重ねてくれました。これね必殺技でちゃんと重ねようかなと思ってたんだけど、まあ、お供に助けられましたね。でさっきの2倍フィーバーは、まあ、5万5000ぐらいしか鬼玉稼げなかったんで、まあ、ちょっと痛いですね。もう全フィーバーもう10万ぐらいは増えないともう無理ですですねはい。でもう少しで3倍フィーバーが来るって感じですね。でも最初っ端からめっちゃ噴水のように流れてきてますね本当に。マルチでもこんなのあったらいいなっていう。はい、マルチなんてもう全然やってないんですけど。でここね木に隠れてねサンズが見えないとかあるんで、ほんと視点変えて殴ったらいいと思います。で後ろにある紫玉をここで回収すると。でここで赤チカが出ました。でピーバー終わり、まあ全部回収したらまあ52万5000ぐらいなのかな。まあ出玉爆発したのかな。3倍フィーバーも、まあ、10万ぐらいは稼げましたね。まあ3倍フィーバーなんでね、もう10万以上は稼いでもらわないとちょっと。で突撃もここは全弾入れたのかな、横にずれてるんで全弾当たってないように見えるけど。で今回ね、バウネが本当に妨害なくもうずっとね左下の方行ってくれたんでマジ助かりました。でも距離はね足りるんで、もうひるませとか関係なくもう手数をどれだけ入れるかっていうゲームでしたね。で最後紫玉を取りたい。うわー取れなかった。最後ねめり込んで紫玉取りたかったんですけど間に合わずですね。はい、まあ一応記録は出たんですけど、まあ反省点がいくつかありましたね。まず紫玉は絶対にフィーバー値は取ると、まああと最後、まあめり込んで紫玉ゲットする。まあそこですね。まあめり込むときはもう本当に攻撃をやめて紫玉を取ってから、まあ攻撃するっていう感じがいいと思います。はい、ということで、まだ60万出てないんで、今後もね60万出るまでは鬼玉やっていこうかなと思うので、これからもよろしくお願いします。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。